美味しいものをいっぱい食べるという目標の達成についてですが、達成できますでしょうか。はい、はい、お母さん。私は友人と旅行に行き、食べ歩きや旅館での美味しい食事を楽しみました。地元ならではの食べ物を堪能できて非常に満足しております。ありがとうございます。お母さん1ポイント。さあ、ではお兄ちゃん。はい、母さんのようにご当地のものを食べることはできませんでしたが、彩香がうちに来た時に手料理を作ってくれて食べたのがとても印象的でした。スーパーエンジェル彩香ちゃんと付き合うことができて私は非常に嬉しく思います。お兄ちゃん1ポイント。ありがとうございます。はいはい、お父さん。俊太郎と被ってくるけど、彩香ちゃんがうちに来て餃子を作ったのが楽しかったです。出前頼もうとしてたけど、やはり手料理はいいもんだなと改めて思いました。あと、母さんの唐揚げがうまかった。以上です。あんなに上手に餃子を作れるなんてビックラボンバー炸裂でした。お父さん、2ポイント。ありがとうございます。はい、では次、サキ。はい。最近ではお客さんがうちに来る機会も多く、美味しいものをたくさん食べることができて非常に満足、サキちゃん満足の一言につきます。あと唐揚げや餃子、カレーなど私の大好きなものがたくさん出てきたので、これからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。サキ、1ポイント。それでは最近の楽しくなかったことについて報告していきましょう。ではお父さん。はい。俺の健康のことについて気を使ってか、やたらと俊太郎がヘルシーなものだったり運動しろとかこう指示してくるのが少し嫌だなと感じました。だってそれはむやみに自分の考えを押し付けるのは良くないですね。確かにお父さんの体調が元気になることは重要ですが、かえってストレスで体調を崩してしまったら意味がないですよね。お兄ちゃん気をつけるように。はい。でもお父さんにもお兄ちゃんの気持ちは理解してもらいたいので、お父さんお兄ちゃん1ポイント。ありがとうございます。気をつけます。お母さんは何かありますか。まあ、私は基本毎日楽しいのでこれといってないんですけれども、まあ、強いて言えば時々掃除をサボる人がいるので、そこはやってほしいかなと。すいません。お母さんに1ポイント。お兄ちゃん何かありますか。いや、特には。私も特にありませんので、うん、次に移ります。はい。この夏をどう楽しく過ごすかについてです。うん、私の方から発表します。はい。近頃は家族で旅行する機会もありませんでしたので、うん、みんなでどこか楽しそうなところに行ければなと思っております。泊まりじゃなかったとしてもどこか楽しそうなところに行って、うん、美味しいものをたくさん食べて、うん、温泉に入って帰るというような、うん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 、そんなスペシャルパーフェクトデーを積極的に実行していきたいと考えております。場所は皆さんの意見を聞いて決めていければなと思っています。あと可能であれば、うん、彩香ちゃんとか笹原さんにも来てもらえたらなお楽しいと思います。うんうん、賛成です。賛成です。賛成です。さきちゃんに3ポイント。私もどこかに行きたいなとは思っているんですが、多分この猛暑がねもうちょっと長く続くような気がするので、何か家の中で楽しいことができないかなっていう、そういうことを考えていきたいと思います。具体的には。そうね、うん、うん、あ、
今まで作ったことのない料理を作ってみると、あ、ピザを焼いてみるとか、え、ぜひ挑戦してもらって味見をしたいと思いますお母さん1ポイント。はいはい、お父さん YouTube だっけ、あれに挑戦してみたい。おー、 YouTube？ 何を投稿するの？まだ具体的に決まってないけど、やってみたい。でそれはいい試みだと思います。楽しそう、お父さんに2ポイント、他に何かありますか？大丈夫です、内容ですので。それでは第12回恋の国定例会議を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこれから懇親会に入りますので、迅速に準備をお願いします。はい、会議だったよ、旅行はマジで行こう、あと食べ歩きツアーとか絶対最高コロッケとか牛串とか絶対に美味しいよ、食べてばっかりだ食は人間の生きる力であり楽しみなのよ、りんちゃん。はいはい、てかさ、毎回あるあのポイントってあれ何なの？ポイノケポイント、略して KP。 何の意味があるの？集まると幸せなことが起きます。どんな？起きてからのお楽しみ。はいはい、でもさ、あなたの YouTube にはびっくりしちゃった、でもどなた YouTuber なの？私手伝うよ。まだ何も決まってないから。お父さん見た目面白いしインパクトあるから、バズるかもよ。確かに、なんかワクワクしてきたなもうすぐ調子に乗るんだからあ、冒頭の挨拶考えなきゃ。ああ、そうね、挨拶、動画の冒頭にやるやつ、ダーンダカラッタッタッタンダダン、どうもー、草原 TV の草原でーすみたいな、どうも恋の草原です。そのまんまじゃんお見合いじゃないんだからさ、もうちょっとポップなのないの？他に。どうも、恋の草原です。そのまんまじゃん。どこかなどこかなお母さん、洗剤なくなりそう。あ、本当？じゃあ明日買ってくるわね。おやじ、なんだ？ちょっと、おい、どうしたんだこんなところで。実は話があるんだ。話？お母さん、ん？彩香ちゃんと今度一緒にご飯作んない？いいわね。やった何がいいかな。どうしたんだよ、改まって。実は。あれ、お兄ちゃんとお父さんは？ああ、